リューザーさんはどう思いますか？やっぱり自分で決めないとダメですよね。パパへのプレゼントだと思うとなんだか慎重になってしまって。そうでしょうか。でもせっかくですし。あ、決めました。これにします。はい、あとはプレゼント用に包装してもらって。プロデューサーさん、せっかくなので包装紙のリボンを選んでもらえませんか？パパ、少し派手な色が好きだと思うんですけど。でも派手すぎて可愛いのは少し違うかなって。情熱的。そうですよね、やっぱり赤が似合いますよね。ありがとうございます。でも同じイメージを持っているなんてなんだか嬉しくなっちゃいました。今日はありがとうございました。おかげで素敵なプレゼントを買うことができました。はい、あ、プロデューサーさん、このポスター見てください。あの、プロデューサーさん、よかったらパレードを見に行きませんか？あ、わかりました。なんとか間に合いましたね。ほら、パレードが始まりましたよ。人たち、皆さん笑顔ですね。私もこんなステージができたらな。ありがとうございます。でもまだまだ理想のアイドルには慣れていません。あ、そうだ、プロデューサーさん、今度のイベントお手伝いしてもらえないですか？プロデューサーさんがいてくれたら絶対うまくいくと思うんです。もちろんです。よろしくお願いします、プロデューサーさん。確かにパパはインテリって感じですね。青色ぴったりだと思います。あ、リボン以外にも飾りがつけられるみたいです。メガネのシールもつけたら可愛いと思います。なるほど、いいかもしれませんね。じゃあ黄色に決めました。パパ喜んでくれるかな。
渡すときパパが照れちゃいそうですね。それにあまりパパのイメージと合わないような。あ、綺麗な色ですね。プレゼントにもぴったりだと思います。